こんにちは、スタイリスト大山俊です。今回の動画では意外と着こなすのが難しい定番服を皆さんに5つご紹介したいなというふうに思っています。ファッションアイテムにはですね、様々なものがあって、その中でもですね、大きく分けるとトレンド服と定番服、この2つにですね、分類することができるのかなと思っています。まあ、トレンド服に関しましては今旬で流行ってるものですね。まあ、こういったものを着ればすごくおしゃれに見えやすいというところがあるんですが、一方でやっぱりですね、旬みたいなものがありますし、なかなか大人世代にはですね、着こなせない場合もあったりするんですね。一方で定番服というのはいつの時代にも存在していて、これを着ればまず間違いのないスタイルができるような、安心感のあるようなアイテムが多いんですね。ですので僕ら世代だと結構定番服の方を優先して着る方も多いかなと思うんですが、やっぱりですね、定番服にも良いところもあれば悪いところもあるわけですね。それがあまりに定番すぎておしゃれに見えないというところなんですね。特に今回ご紹介する5つのアイテムというのは結構ですね、僕自身もトライをすることもあったりするんですが、意外と難しかったりするので注意が必要なものなのかなというふうに思っています。今回はそういったアイテムをご紹介しながら、このようなアイテムに変えた方がいいですよとか、こういった着こなしをすれば活用ができますよというところまでしっかりとカバーをしてお伝えしたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは主に大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者的なアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップ動画の方で解説をしてますので、よかったらそちらの方もチェックをしていただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでまず一つ目のアイテムから解説をしたいなと思ってるんですが、一つ目は白シャツですね。これはですね、メンズファッションにおける定番中の定番だと思いますし、皆さんもですね、意外な感じがしたかなと思っています。結構多くの男性が白のボタンダウンシャツなんかを持っているかなと思うんですが、これがですね、実はなかなか着こなすのが難しいなと思うアイテムなんですね。というのも、シャツというのは本来ビジネスライクなイメージのあるものなので、小綺麗に見えますよね。特にその中でもですね、白シャツというのは最も綺麗めでビジネスっぽい雰囲気のするアイテムなので、それをカジュアルに持ってきた時にどうしても仕事感が抜けなくて、なかなかですね、カジュアルシーンに溶け込まないことが多かったりするので、意外と白シャツって難しいなと思うんですね。まあ、昔からあるようなベーシックなカジュアルスタイルとして、白のボタンダウンシャツにブルージーンズという組み合わせがあるかなと思うんですが、これは鉄板なんですけども、どうしてもですね、着る人のルックスだとかスタイルだとか、あとは雰囲気なんかに左右されてしまって、似合う人にはめちゃくちゃ似合うんですけども、おしゃれが苦手だったりだとか、ルックスだとか体型に自信がない方はどうしてもですね、着こなせないことが多かったりするので、意外とですね、白シャツというのは万人向けじゃないのかなというふうに最近は感じています。まあ、そういう僕自身も今までですね、白のボタンダウンシャツは何度も買ってきたんですが、最近はですね、めっきり着る機会が減りましたね。というのも、どうしてもちょっとそれだけだと退屈な感じがしてしまうなというのと、あとはですね、ファッションにも流行があって、ベーシックなものが流行っている時もあれば、一方で少しですね、ダサかっこいい感じが流行る時もあったりするんですね。まあ、ベーシックなものが流行る時というのは、タイトシルエットで、デザインもシンプルで、定番的なものが結構流行ってるんですが、一方で、ちょっとダサかっこいいものが流行る時というのは、サイズ感もゆったりめだったりだとか、デザイン的にも特徴があるものがちょこちょこ出てきたりするもんなんですが、今はじゃあどうなのかというと、ベーシックよりは少しですね、ダサかっこいいアイテムの方が旬な時期なのかなと思っています。その点、白のボタンダウンシャツ、しかもですね、定番的なサイズ感のものだと、ちょっと旬な感じがしないかなと思うので、もしですね、シャツを着るのであれば、例えば今僕が着ているような、ストライプ柄のシャツなんかはですね、1枚だけでも比較的アクセントになりやすいので、意外と使い勝手がいいかなと思っています。まあ、今の僕のようにですね、上にジャケットだとかシャツアウターを着ることで、内側にアクセントとして使うのはすごく便利かなと思うので、そういったアプローチがいいかなと思っています。もし白シャツが着たい場合は、ジャストサイズのシャツではなくて、あえて少しゆったりめのものを着てみて、第一ボタンまできっちりと締めて着てあげるだとか、こういったスタイルであれば、白シャツでも今っぽく見せることができるかなと思うので、もう定番的な、アメカジ的な白のボタンダウンシャツというのは、意外と難しいということを頭の片隅に置いていただければなと思っています。
はい、続いて2点目のアイテムなんですが、これはですね、グレーのジップアップ式のパーカーですね。これまた、まあ定番中の定番のアイテムかなと思うんですね。誰もが一着は買ったことがあるかなと思うんですが、これまたですね、部屋着っぽく見えてしまって、なかなか素敵に着こなすのが難しいアイテムかなというふうに思っています。まあ僕自身もグレーのパーカーは好きで、いろんなものを買ってみたんですね。中には有名なブランドのものなんかもあったりしたんですが、自分自身の満足度は高いんですけども、やっぱりですね、第三者から見た時に部屋着感だとかカジュアル感が満載になってしまうので、なかなか素敵に見せるのが難しいかなと思っています。まあ、パーカーというアイテムにも旬というものがありまして、まあ、先ほどお伝えしたようなジップアップ式と、あとはプルオーバータイプと呼ばれるようなかぶりのタイプがあるわけなんですが、この2つであったら、今どちらかというとプルオーバー式の方が旬なアイテムなんですね。そしてサイズ感に関してもシンプルなジップ式のパーカーでタイトなものよりはですね、ちょっとゆったりめのサイズ感のプルオーバータイプの方が旬には見えやすいかなと思っています。ですのでパーカーが NG というわけではなくて、2021年現在においてはプルオーバータイプの少しゆったりめのサイズ感の方が使いやすいのかなというふうに皆さんも理解していただければなと思っています。あとは色合いに関してなんですが、グレーというのがですね、どうしても部屋着感が満載になってしまうので、もしグレー系で選ぶのであればダークグレーのような濃いものの方が今っぽい感じもしますし、綺麗めで大人っぽくまとまるかなと思うので、こういったものをぜひ選んでいただければなと思っています。はい、続いて3点目なんですが、これはですね、ジャストサイズの白の T シャツですね。これもですね、定番中の定番で多くの男性が着ることが多いかなと思いますし、僕自身もですね、白の丸首 T シャツ、ジャストサイズのものは着るんですね。ですが僕の場合はあくまでそれは部屋着であって、それをですね、1枚で着たいだとか着こなしの中でも目立つ位置に使うことはまずないんですね。というのも白 T シャツというのはやっぱりですね、下着のイメージがどうしても付きまとうんですね。ですのでそういったものを単体で着てみると、なかなかですね、似合いづらかったりだとか、大人の男性にはしっくり来ないことも少なくないかなと思っています。まあ、先ほどもお伝えしましたが、今の時代のトレンドというところを考えると、タイトなシルエットよりはですね、少しゆったりめの方がやはりですね、時代の感覚に合ってるかなと思うので、もしタイトな白 T シャツが好きな方はちょっとですね、お休みをしてややゆったりめのサイズ感に振ってみるのがいいかなと思っています。例えば白の T シャツに対してブルージーンズみたいなスタイルって、やっぱりいつの時代にもあってかっこいいんですよね。僕ら世代だと吉田栄作さんのスタイルのようなイメージがあるかなと思うんですが、これもですね、やっぱりご自身のスタイルだとかルックスだとか雰囲気に大きく左右されるアイテムなので、僕はですね、ちょっとこれは避けておいた方がいいかなと思っています。とは言っても白の T シャツが NG というわけではなくて、もし着るのであれば少しゆったりめのサイズの白 T シャツがいいかなと思っています。代表的なのはユニクロ U の白のですね、エアリズム T シャツ、これなんかはですね、最初からややゆったりめのサイズ感になってますし、袖も長めにできてるんですね。こういったものであれば単体で着てもそこまでですね、違和感なく今の時代にもフィットしやすいかなと思っています。もしくは色味を変えてみて、ブラックだとかネイビーだとか濃い色の単色の T シャツというのも結構僕ら世代には合わせやすいかなと思うので、今の時代にはこういったものの方がよりですね、時代に合いやすいベーシックなのかなと思ってますので、ぜひ覚えておいていただければなと思っています。はい、続いて4点目なんですが、これはベージュのチノパンですね。結構ですね、僕の動画の中では何度も何度もお伝えしてるんですけども、今でもですね、ベージュのチノパンっていうのは定番的なアイテムなので、僕ら30代、40代の世代だと結構履いてる方が多いかなと思っています。まあこういったアイテムというのも、最初にお伝えしたような白のボタンダウンシャツ同様にですね、ちょっとアメカジの匂いがするものなんですけども、どうしてもこういったアメカジの香りのするようなチノパンをややゆったりサイズで着てしまうと、おじさんっぽく見えてしまうものなんですね。というのもこれはイメージの問題なんですが、チノパンというのはおじさんが履いているイメージが結構強いので、そのイメージに引っ張られてなかなか素敵に見せるのが難しいアイテムなんですね。まあ定番ではあるんですけども、チノパンさえ履いとけば間違いないやという考え方はちょっと危険なのかなというふうに思っています。とは言ってもチノパンが何も NG というわけではなくて、例えば履くのであればテーパードの効いた細身のものを選んでみたりだとか、あとは難易度は高いですが、あえてサイズを大きめにしてしまって今っぽく履くだとか、メリハリの効いたチノパンの使い方をすれば決して NG ではないかなと思うので、その点も頭の片隅に置いていただければなと思っています。とは言いつつも、ベージュのチノパンよりも万能なのは、僕はですね、ユニクロのブラックのスマートアンクルパンツかなというふうに思っています。
まあ、下半身に関しては色を引き締めてあげた方がスタイルがよく見えますし、コーディネートもしやすいんですね。しかもスマートアンクルパンツはスラックスのような見え方をするので結構綺麗めにも見えますし、足長効果もあったりするので、何も考えずにボトムスを選ぶのであれば、僕は黒のスマートアンクルパンツが今の時代においてはすごく使い勝手がいいかなと思うので、ぜひ覚えておいていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目なんですが、これはですね、トレンチコートというアイテムですね。これまたですね、定番的で結構使ってる男性が多いかなと思うんですが、意外と着こなすのが難しいコートなのかなというふうに思っています。まあ、ロング丈のコートで代表的なところで言うと、トレンチコートがあって、あとはもっとシンプルなステンカラーコートがあって、あとはチェスターコートというものがあるかなと思うんですが、この3つの中でトレンチコートというのが一番ですね、デザイン的にはデコラティブなんですね。どこがデコラティブなのかというと、ボタンの数が多いので、割とですね、着こなし全体で見た時にシンプルではなくてゴテゴテして見えてしまうんですね。ですので意外と使いこなすのが難しいというのが、こういったトレンチコートなのかなというふうに思っています。まあ、着丈が長いだけで結構インパクトがあるのに、そこにボタンの数が多いとやっぱりちょっと盛りすぎた感じがしてしまうので、なかなかですね、素敵に着こなすのが難しいかなと思っています。まあ、トレンチコートといえば有名なブランドがいくつかあって、憧れを持っている男性も少なくないかなと思うんですが、なかなか難易度が高いというところは覚えておいて損はないかなというふうに思っています。もしですね、トレンチコートを買うのであれば、僕はですね、もうちょっと使い勝手のいいステンカラーコートの方が断然ですね、多くの男性には似合いやすいかなと思っています。ステンカラーコートは本当に地味に見えるんですよね。デザイン的には特徴がないんですけども、意外とですね、ビジネスシーンにも合いますし、カジュアルに着るにもですね、相性が良かったりするので、僕ら世代にはこちらの方が使い勝手がいいかなと思うので、ぜひこちらも頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では、意外とおしゃれに見えづらいですね、定番アイテムを5つご紹介させていただきました。どれもですね、馴染みのあるもので、皆さんもですね、持ってるものが多かったかなと思うんですね。正直僕自身も今までどれも経験してきたものなんですが、やはりですね、2021年現在においてはなかなかですね、活用するのが難しいアイテムなのかなと思っています。絶対に NG というわけではないんですが、着こなすためにはルックスだとかスタイルだとか、あとはおしゃれな雰囲気だとか、こういったものを持ってないとなかなかですね、似合わすのは難しいかなと思うので、まあ、今回ご紹介させていただいた白シャツだったら例えばストライプシャツに変えてみるだとか、グレーのジップアップパーカーだったらダークグレーのプルオーバータイプに変えてみるだとか、こういった形で変換してもらうと、今の時代に合わせたファッションというものが実現しやすいかなというふうに思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説していきたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。